それはですね、あんまり気が付かれてなかった、一言で。もう法律家もよく分かってないっていう部分だったんですよ。少なくても刑法が改正される動きに今なってきてる。すごい、それを作ったのは和さんなんですね。そうですね。かっこいいですね。皆様ごきげんよう、高松菜奈でございます。本日は政治家に突撃ということで、若狭議員にお話をお伺いしたいと思います。はい、お願いします。はい、ここに、はい、はい、お、政治家になって達成したこと。はい。そうですね、政治家になって、いろんな政治家の方にお会いしたんですけども。何でもしてないんですよ。あれも病院になっているというか、何のために政治家になったのかなって思う人いっぱいいて、でやっぱちょっと見えにくいと思うんですよ。若狭さんもすっごいテレビには出てらっしゃるんですけども、政治家としてどんなことを政治家になったのかっていうのもいっぱいあると思うんですけども、特にこれは知ってほしいなと思いましたら教えてください。まずですね、私が政治家として達成したことというのは、はい、前々回の国会においては、はい、自民党の中では一番委員会で質問した、すごい知らなかったということがまず一つあると、もう一つはですね、これ本当に良かったなと思うのは、刑法を改正する動きが出てきた。どういうところかというとですね、これは非常に男尊女卑の制度を変えることにつながるという大きな問題なんですよね。刑法というのは犯罪を取り締まる法律ですが、明治時代に作られていて、男尊女卑の思想が強いです。例えばですね、例えば強盗はですね、続いてその強姦をした場合、そうすると強盗強姦罪っていうですね、特別に重い罪がある。で無期懲役もあるんですよね。で裁判に裁判にもなる。ところがこの順番が逆の場合、つまり強姦が先で引き続いて強盗した場合は、悪質ですね、はい、悪質なんですけど、その場合は順番がどっちが強姦が先かだけで刑の重さが全然違う。え、なんでですか？無期懲役がないんです。両方結果的には同じことをしている、でもその順番逆なだけで重さが変わる。女性にとっては、精神的肉体的なショックの度合いって全く同じですよね。どっちが先であろうと同じことをされてるわけですから。でもその順番が逆で刑の重さが、今の刑法は違うんですよ。無期懲役があるかないか、なぜかというとですね、刑法が作られた明治時代って強姦罪っていうのはそんなに重く思われてなかった。つまり強盗は逆に時の政府にとって怖いものですから、重く処罰されていた。強盗という重く処罰されていた犯罪をやった上に、まあ強姦罪をやったから、それは非常に悪質だということで無期懲役がある。それってでももうおかしいってずっと思われてることじゃないですか。なんでそのなかなか変わるはですね、あんまり気がつかれてない、一言で。もう法律家もよく分かってないっていう部分だったんです。法律家も分かってないんですか？法律家も要するに、刑法という特別の法律をみんなそれだけ専門にはやらないので、分かんない人が多かった。でも、少なくても強姦罪っていうのは軽く扱われてたから、軽い強姦罪をしたら、たまたま女性が怖がってるから、いわば出来心的に強盗を働いたというんだとすれば、それほど悪質じゃないんじゃないかっていうんで、強姦が先の場合はあんまり罪が重くなかった、無期懲役がなかった。これおかしいでしょ、いうんで僕は要するに立ち上がって、それをどんどん変えなきゃいけないということをやってきまして、今度少なくとも刑法が改正される動きになってくる。すごい、それを作ったのはそうですね。これかっこいいですね。これやっぱり女性の問題っていうことについて言えば非常にあんまり皆さん気が付いてませんが、なんでそういうのって女性の問題なんとかしようって今までこう歴史を変えてきたりとかって時間差だったりとか女性だと思うんですよ。そうですね。男性だって難しくないですか？それなんでですか？僕はですから女性っぽいとこありますけどしかしやっぱりそうした女性男性に限らずきちんとその法律とか社会のシステムっていうのはきちんとそういう悪いところを直して公平きちんと公正に平等にやっていくことが社会の成熟度合いを測るっていう素朴な法律家としての感覚があるんです。だから男でありながらもそういう女性にとって男尊女卑だとかされている規定っていうのはこれはもう変えなきゃいけない。変えてください。女性と芸人の差別もちょっと任せていただきたいなと思います。芸人もあるんですか？芸人もひな壇で一番安いのも芸人だと思う。なんとか上げてください。それは問題ない。はい、ありがとうございます。はい、それではまた。高松7チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんはシューベルト。